ます。よろしくお願いします。お兄さんトレンディーさんね、トレンディーエンジェルどうもよろしくお願いします。お願いします。自己紹介します、はい、トレンディエンジェルの高橋です。ワット小池徹平くんと同い年の34歳です。どうもトレンディエンジェル斉藤です。ワット小池徹平くんです。よろしくお願いします。違いますよ、頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。大丈夫ですか指。ちょっと思った以上にね痛くてですね敵でございましたけれどもね、よろしくお願いいたします。もうたくさんの、ね、お客様が入ってすいません、たくさんとお客様をお迎えしてしまいましたけど、たくさんのお客様入っていただいて、2階席にもねありがとうございました。あんま上から見ないでいただけすいません、ありがとうございます、ね。まあ、顔と名前だけでもと今言いましたけれどもね、私前の、もう特徴的な顔でよく覚えやすいって言われるんですけれども、ですか、今日びっくりしましたよ、ここの会場に歩いてね、入ってくるときに、17、8歳ぐらいの女の子がね、ちょっと遠くから僕の顔を見て、って指差してきたんですよ。何やろう思ったその女の子、僕の顔指差しながらね、私あんな形の石拾ったことあるって石どういうことですか、なんでそんなことを。とりあえず皆さんこれからあの石を見かけたら僕のことを思い出してください、だいぶね思い出しますけどもね。よろしくお願いします。まあ、僕の方は簡単でございますね。あのよく言われるのがチンパンジーのおばあちゃんに似てるって言われるんでね、ただのチンパンジーはダメなんですね、おばあちゃん顔でございますからね、そんなチンパンジーと石のコンビでございますので、お願いします。僕たちジョイマンという芸人のことをですね、覚えてるよって方どんだけいますか。普通知ってるようなんですけど、手挙げていただいてもよろしい。 あららららら、南足柄の人すごいねえ、これはすごい記憶力ですよいやよく覚えてらっしゃいましたよね。早上がってましたよ。いや僕らでしたの12年前ですから、よく覚えてらっしゃいました。ありがとうございます。ちょっと個人名とかもね、ちょっと調子に乗って聞いてみたいんですけども、いや個人名は難しいと思いますよ、さすがに。いやあんだけ上がってましたから、こっちの眼鏡をかけてる方なんですけども、高木という名前なんですよ、高木と言います。はい、高木ってじゃあ個人名まで知ってたよって方いますか、ちょっと手挙げていただいてもいいですか、ワクワクするな怖い話も怪談話ね、いやびくつになってやっぱ好きですよね、怖い話で、怖いかな、聞くのが好きでね、まあ、自分で喋るのはあんまりなんですけど、もうストレスじゃないですかね、怖い話聞いて。そうキャーってあんま言いたくないでしょ。いやだからそのね、悲鳴上がるぐらいの怖い話そんな聞きたいね。悲鳴が上がるような話だったり。そうよ、大丈夫ですか皆さん、悲鳴上がる。いやまあね、大丈夫ですよね。それだったらすぐ答えられますけどね。答えてくん やればいいんでしょ、姫を。おお、頼むわ。じゃあ、ちょっとすみませんね。はい。じゃあ、すみません。何よっこいしょ。いやいや、ダイレクトやな。でもこれで、あの、漢数字の1で二の前って読むんですよね。あの、1が二の前にあるから、二の前って当て字なんですけども、ただ僕一つ思ったのが、この二の前さんちに、もし、はじめくんって方がいたら、こうなりますよね。二の前はじめで、ね、メールとかで二の前はじめって叫んだらこうなっちゃう、ね、そんな感じでね、ちょっと直帰したいなと思うんですけどもね、こちらね、あの宗教の人ですか。宗教の人です。あ、宗教の人なんだ。あ、宗教の人なんだ。あ、宗教の人なんですね。あ、言っちゃうんで嘘つかないんですね。あ、宗教の人なんですね。嘘はついてはなりません。嘘は心に紐を結みます。私は宗教の勧誘に来ました。すごい、まあ正面から来ますね。でもこうやって今日関口さんに誘われてだいぶ仲良くなれた気しますね。お前分かってへんな。違うんですか。稲田部長やねん。あー、シュッ。僕ね、正直部長のことは若干苦手ではあるんですよね。これ正直に言うと、いや一回ね、めっちゃ怒られたことがあるんですよ。何で怒られた。僕が用意した書類があるんですけど、その文字がちょっと間違えてて、それで僕1時間以上怒鳴られたんですよ。僕のこと嫌いなんですよ。ちゃうね、あれちょあの僕のこと嫌いなんですよ。違う俺ちょっとこっち来てくれってなっちゃう。いや近寄れって。それ何。何がですか。それちょいちょいしてるやつ。何をですか。いやなんかヒュッて。ああ。
くしゃみです。あ、くしゃみ。季節はちょっと関係ありますか。関係ないけども、はい、うん、花火あげます。じゃあ最後に花火を。花火あげます。火なんか使われへんで。いや、だから音でやります。音でやるの。ええやんか、派手でええやんか。はい、ど俺はどうしたらいいの。あ、君あの花火職人やってください。打ち上げ花火かいの。そうですね。こう筒があってね、こう火種いろんな雰囲気だけ味わっていただいてね、こう、湿っとるやないか。もうええわ。